今日だけど使えるようになんかこうなんかしたいねと思ったりするんだけどさ、とてもね不幸にね。そうでね、こういうなんかものがそうで、さて乾杯しようか。乾杯しよう。はい、乾杯、乾杯しましょうかね、はい、あ、ごめん、もう一回乾杯乾杯なんかさ、冷たすぎてさ、なんか、そんなにいいけど、まあ、そんなにかなと思う。おー、すごいよ、すごい、ね、すごい、すごい、うわ、おしゃれ。しております。本日が、神沢のサワラですね。で、カラメは炙っております。で、もう一つが長崎や対馬の、本マグロの中トロですね。で、お隣赤い真っ赤なスープがこちらビーツの冷製ポタージュでございます。上にはリンゴのコンポートを乗せてますので、酸味と一緒にスープ一緒にお召し上がりください。お隣が鮮魚のわさび醤油漬けですね。で、上に乗ってる泡はですね、お出汁で作った泡なので、お魚と一緒にお召し上がっていただければと思います。これは一つ、そうですね、こちらお一つになってるのは二人腕でお分けいただければ、はい、で下の段に移りますね。ガラスの器に入ってるのが、カラフルトマトと和梨のピクルス、白い陶器の器が、冷製茶碗蒸しの北海道産イクラのせで、黒いおチョコに入ってるのが焼きナスですね。こちらの上に乗ってるのは北海道産のウニのせですね。焼きナスにはお出汁の味が入っております。で、そのお隣になりますけども、生ハムで巻いてあるのがラフランスですね。ラフランスの生ハム巻き。で、こちらがフライドポテトが紅はるかを使ったフライドポテトでトリュフ塩で仕立ててます。で、上にかかってるのはヒマラヤ産の黒トリュフですね。で、白いお花の形の、器に入ってるのが金柑とイチゴの白あえですね。で、最後の下の段になります。青い器に入ってるのが自家製のレーズンクリームチーズ、こちらはバゲットにつけてお召し上がりください。赤いお皿は手まり寿司ですね。先ほどの長崎の本マグロの赤身、それと、福岡産のマダイですね。お隣が大分豊後サバを使ったしめサバのサバサンドで、最後こちら白いお皿に入っているのが博多花緑を使った低温調理の鶏ハムですね。よだれ鶏のタレをかけているので少しピリ辛になってます。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。すごいね、サバサンドだもんね。よろしければ取り場所置いておくんで使ってくださいね。いくよ、ちょっと取ります。これは何、あ、コートロで買った。すごい、コートロを変えて、コートロを変えて、